deux chapitres du jeu, donc là c'est une vidéo à part où là je vais te proposer carrément tous les films complets de chaque épisode en fait de la série. Donc il y aura le Sanctuaire, il y aura Asgard, il y aura Poséidon et il y aura Hades. Voilà, donc il y aura les fameux 4 gros chapitres qui ont fait les 4 films de la série. Donc moi je vais vous mettre le film complet du jeu, c'est-à-dire il n'y aura aucune séquence de combat en temps réel dans lesquels je me bats en fait concrètement contre l'orgie, comme vous avez pu voir ce que je dirais, ça ne sera que le film. Voilà, donc ça va être directement via les menus, donc là vous êtes dessus, comme vous pouvez le voir, voilà, il suffira de venir ici. Là, votre collection. Donc c'est à partir de là que moi je vais pouvoir vous faire le film complet, pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, tout en bas, pour les cinématiques, le reste ça viendra dans un prochain truc. Donc je vous laisse visionner, je vais vous mettre tout ça jusqu'à la fin pour que vous ayez le film. Allez, à très bientôt, merci à vous, au revoir. ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士セイント、クロスをまとい己の肉体に秘められたコスモを爆発させて戦う。これは5人のブロンズセイントたち、そしてアテナの戦いの歴史である。さあこの伝説を君が体験するのだ。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って落とされた。邪悪の矢を受け倒れたアテナを救うためにゴールドセイントの立ちはだかる12の宮を突破せよ。急げアテナのセイントたち。遥か神話の時代、神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。数百年に一度地上の平和を守るために現れる戦いの女神アテナ。神話の時代より彼女に付き添い地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち、彼らは希望の闘士セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。赤子のアテナはサンクチュアリを統治する教皇アーレスに命を狙われるが、サジタリアスのゴールドセイントアイオロスによって辛くも救い出される。アイオロスは赤子のアテナを連れてサンクチュアリ脱出を試みるが、教皇の策略によって反逆者の汚名を着せられてしまう。サンクチュアリを脱出するも追っ手の攻撃で傷ついたアイオロスはグラード財団総帥木戸光政に全てを託して息を引き取るのだった。そして13年の時が流れ、アテナの化身は光政に育てられ木戸沙織として成長する。時を同じく光政に見出され世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し沙織のもとに集った。彼らはブラックセイントやシルバーセイントたちとの激闘を経てアテナの名を語って地上を支配しようと企む教皇アーレスの野望をくじくためサンクチュアリへと乗り込んだのだった。だがそこに教皇の差し向けた刺客シルバーセイントサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢はサオリを射抜きゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物教皇を沙織のもとへと連れてこなければならないのだ。
げアテナのセイントたち。教皇アーレスのいる教皇の前へ向かうには、ゴールドセイントたちが守護する12の宮を突破しなくてはならない。残された時間を示す巨大な日時計の塔を横目に駆ける聖夜たち。第1の宮、白陵宮を守護するゴールドセイントは、かつて幾度か聖夜たちを助けたクロスの修復師ムーだった。そうか、白陽宮とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが先を急がせてくれないか。待ちなさい、あなたたちのクロスは修復が必要です。ゴールドセイント、破損したクロスで勝てるような相手でもありません。この白陽宮にとどまり、万全の状態で戦いに臨みなさい。ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、セイヤ。わかった、すまないなムー、よろしく頼む。ムー、せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経っている。このままでは。今終わりました。キキ、聖夜たちにクロスを。はい、ムー様。おお、クロスが生命力にあふれている。まるでクロスの息吹が聞こえてくるようだ。これで備えは完璧だ。ありがとう、ムー。ムー、キキ、俺たちの戦いを見ていてくれ。気をつけなさい、ゴールドセイント。君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。肝に銘じておくのですよ。セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させた者が勝つのです。第二の宮、金融宮を守るのは、セイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。死竜たちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。このお牛座、タウラスのアルデバランがな。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思っているのか。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。ゴールドセイントとの力の差がここまでかけ離れているとは。どうすればアルデバランに勝てるって言うんだ。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後、その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。グレートホーンを封じるためには、お前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。ふん、それが分かったからどうだというのだ。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣など抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。信じられん、聖夜の剣がビッグバンを起こすとは。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な。聖夜のコスモが大きくなっている。傷つき倒されながらも成長しているというのか。
この男、もしこのまま成長すればゴールドセイント12人をもしのぐセイントになるかもしれん。ぬっ、聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだ、アルデバラン。約束通りその角もらった。な、何？どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだ、せいや。このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいい、せいや。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。仲間たちと共に第三の宮、掃除宮へ突入した聖夜たち。だが幻影に翻弄された聖夜たちはどうしても出口を見つけることができず、迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探す氷河とシュン。その前に双子座ジェミニのゴールドセイントが立ち塞がる。この男がジェミニのセイント、なんて存在感のないやつなんだ。まるで亡霊のような。おそらくこの掃除球の迷路は奴が作り出した幻影のはずだ。つまり奴を倒せば幻影は全て消える。あ、ちょっと待って、ヒョウガ。どけ、シュン。時間がない。金牛球では聖夜に助けられたが、今度は俺の番だ。行くぞ、ジェミニ。ティグナスの剣を受けてみろ。ヒョウガ、おかしいんだ。チェーンがさっきから戸惑っているようなんだ。何？戸惑っているとは？あのジェミニのゴールドセイントに対してまるで反応せず、むしろ敵がどこにいるのかわからないといった状態なんだ。バカな。終わりなんだ。アザーディレクション。うわあ！ヒョウガ！ヒョウガ！キングラスは異次元の彼方で消え去った。次はお前の番だ、アンドロメダ。ドラゴンの目が不自由なおかげで先の二人に掃除球を通過されてしまったのは誤算であった。残すお前は必ず仕留めてみせよう。チェーンが反応しないということはこの場に敵は存在しないということだ。きっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。どこに隠れていようとも僕のチェーンは幻覚を作り出しているものを見つけ出して倒す。そこが行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない、それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。バカな。異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。それにしてもヒョウガは無事だろうか。戦いの最中ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今どこかに戻ってきているはずだ。シュンがジェミニのセイントを倒したことにより、アナザーディメンションで飛ばされた異次元から解き放たれたヒョウガ。ヒョウガが落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントであるローシが守護する天秤球だった。そこでヒョウガは懐かしい人との再会を果たす。
アクエリアスのカミュ。なぜあなたが天秤宮に。あなたは宝米宮を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ。ヒョウム、これ以上先に進むな。これは私の命令だ。それは残念ながら従うわけにはいきません。ならば力を持ってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマ。マーマの船が沈んでいく。マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ、マーマー。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても許せない。この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやろう。喰らえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな。セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後、完全に消えてしまった。まさか。氷河の命が燃え尽きた。許せ、氷河よ。だが、他のゴールドセイントに殺されるよりは、せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤宮で永遠に。さらばだ、氷河よ。第四の宮、巨海宮へとたどり着いた聖夜と紫龍。そこで二人は壁や床に無数の死人の顔が浮き出ているという異様な光景を目にする。それはカニザ・キャンサーのゴールドセイントデスマスクの見境のない殺戮がもたらした結果だった。死人の顔の中に女子供のものまであることに気づき、怒りに震える紫龍は聖夜を先に行かせ、1対1でデスマスクと対峙するのだった。この巨海宮に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海宮を永遠に漂っているのだ。つまりこの死に顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。セイントの名にかけてこの紫龍、全力を込めてお前を倒す。いいだろう紫龍、お前とは五老法での因縁があったな。今日こそあの世へのトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。喰らえ、石式冥界派。なんだこれは。うわー。神様、どうか紫龍をお守りください。お願いします。紫龍を。誰かが紫龍の魂を石式から呼び戻している。これは五老法。
そこか、失せろ小娘。よせ、デスマスク。あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ、これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。デスマスクよ、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何バカな、シリューからゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは一体。今や俺の地一滴までもが沸騰しているのだ。お前は竜の逆鱗に触れたのだ。いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと、決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。うっやー、バカな、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。おそらくゴールドクロスの意志、悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、このシリューの誇りが許さない。さあ、これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。シリュー、シリュー。瞬間。あ、誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや老師。春麗は無事なのですか。よかった、老師、ありがとうございました。ん、シリュー、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモ最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュー、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとう、シュン。さあ急ごう、次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。巨階級を主流に任せ、単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのは、かつて幼いアテナの命を救い、反逆者として命を落としたアイオロスの弟、レオのゴールドセイントアイオリアだった。サオリをアテナと認め、忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。この四死球を通ろうとする者は誰であろうと、このレオのアイオリアが殺す。アイオリア、聞いてくれ。沙織さんは教皇だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜かなければ手遅れになる。沙織さんは、アテナは死ぬんだ。な、何、アテナが死ぬ？無駄な戦いはやめて、四死球を通らせてくれ、アイオリア。残念だが、それはできん。言ったはずだ、
この四死球を通ろうとする者は誰であろうと殺す。クソ、沙織さんの死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなりゃ遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。待て、聖夜の命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。聖夜、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは教皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。どけカシオス、お前ごとき増評に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。うわバカな、カシオス、お前なぜ自らの体を貫くようなことを。だから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え？その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとっての女神とはその人のことなのだ。アイオリア、カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないって言うのか。どうもよ。アイオリアも魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。俺は一体よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス。カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。セイヨ、アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女宮へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対にシャカの目を開かせるな。シャカの目が開かれた時、その場にいる全てのものは息絶えるのだ。